はい、皆さんこんにちは。小児科学院で数学を担当してます、尾又と申します。よろしくお願いします。今日はですね、連立方程式の、加減法の2回目ということになってますね。問題はこちらになってます。この連立方程式を解いてみたいと思います。そしたら、今日加減法ということでちょっと復習ですけど、加減法っていうのは、前回ちょっと話してなかったんですけど、係数を揃えて、足したり引いたり。引いたりして解を求めると。こんなふうに考えることもできるので、前回で2式を足したり引いたりして解を求めることしか言ってないんだけど、問題によっては係数を揃える必要が出てきます。これはちょっとこのあと、2番の方でね話したいと思うので、まずはじゃあ1番の方で、ちょっと前回の加減法の復習をしてみましょう。そしたら、じゃあまず1番の方っていうのは、これ 3y が揃ってるでしょ。1の式と2の式見て 3y が揃ってるから、ここがね揃ってるんですね。揃ってるからこうやって、だからこれ1と2を足し算すれば 3y の項は消えるかなと考えられるので、回答としては1の式と2を足すとね、1足す2をすると 7x イコール19-26だね。だからマイナス7ですかね。それかな。これ足したら5と2で足して7。マイナス26と19足してマイナス7ですね。だからこれ解くと x イコールマイナス1と出ます。はい。そしたら、これを、丸1に代入、どっちでもいいんですけどね、また丸1に代入して、そうすると、2x がマイナス1ね、足す 3y イコール19、3y イコール21かな。 y が7ですね。よって x イコールマイナス1で y が7。こんな風にできますね。じゃあ次2番。じゃあ2番の問題は、これ実際には係数を揃えなきゃいけないよね。単純に足したり引いたりしても、x も y もどっちも消えてくれないので、消えてくれないので、これを1番、2番としたら、どうしようね。例えばで言うと、2番を7倍すればいいかな。この式を7倍してみるか。7倍、2の式を7倍したら 7y になるから、上と y が揃いそうだよね。なので、2の式を7倍しましょう。
2の式を7倍すると、28x かける、足す 7y イコール 18 かける7、まあ、18かける7っていくつだろうね、7波56で71が7だから、12ですね。126。でこの式丸三とすると、で今2の式を、この3の式に変えたわけだな。ね、はい、2の式が3の式に変わったというところなんで、3と1を見ればいいね。2の式が3になったから、これとこれで比較しましょう。そうすると1と3を引き算すればいいかな。3より1と3を引き算しましょう。これ引き算すると、左辺がマイナス 25x イコールマイナス24-126だから150ですね。ということで、ここから x イコールにすると、両辺マイナス25で割って150÷25。6で0ね。マイナスが2つだからプラスになる。6。じゃあ、あとは6を代入して、まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、どっちが楽かね。まあ、6を3、こっち入れてもいいし、こっちでもいいんだけど、まあ、下の方が楽そうだよね。ということで、下の丸2に代入すると、丸2に x イコール6代入。丸二の式に x イコール6代入して、6424足す y がマイナス58 y イコールって解くと、マイナス6ですね。だから答えは x イコール6と y イコールマイナス6。はい、こんな感じで出ますということですね。じゃあちょっと、2番の方は少し難しかったと思うんですけど、まあ、こちらで加減法の、解説を終わりにしたいと思います。今日の内容が役に立ったなという人は、チャンネル登録高評価などもしよければお願いします。じゃあ以上でおしまいにします。お疲れ様でした。